はい、どうもトミーです、第2話目ですね、集中アロマデビューということで、今回の2話目のテーマは暮らしを香りで豊かに、香りで暮らしを豊かにか、まあ、どっちでもいいんですけど、はい、香りをね、日常生活に取り入れようというテーマで、まあ、ありきたりなテーマかもしれませんが、まあ、これでいきたいと思います。はい、まあ、どういうところにね、香りを置いたらいいかっていうところとか、そういうのをインテリア的な関連から、ちょっと話をしてみたいなと思います。はい。まあまあまあ、察しをつくんですけどね、大体まあ置くところって言ったら、まあ玄関ですね、まずは。はい。まあ、玄関のその、ちょっとしたね、棚の上とかに、フレグランス関連のものを置いておくと、すごくね、まあ、自分もそうだし、誰かお客さんがね、来た時に、香りがあるだけでも、すごく、なんですかね、こう、いい絵だなっていうね、印象を持たせることができると思いますので、そういったことがすごく、重要かと思いますので、まず玄関ですね。それから、あとは寝室がすごく大事かと思います。寝室に、香りをね、香らせることによって、心地よく眠ることができますので、ここも大事かと思いますね。はい。特に寝室は、アロマランプというか、はい、暖色系のオレンジ色の、フローランプとかを置きつつ、はい、まあ、アロマストーンとかで香らせてもらっても大丈夫なんですけど、まあ、くつろぎ系ですかね。柑橘系とか、ラベンダーとか、そういった、優しい香りを香らせるのが寝室ではおすすめです。はい。まあ、あとはリビング、ダイニングなんですけども、まあ、ダイニングに関しては食事もするので、あまりね、香りがきつすぎると、ちょっとね、食事に、こう、喉なんですかね、こう、影響を与えるというか、はい、香りが強すぎるとね、料理の香りを消し去ってしまうところもあるので、ダイニングというよりは、まあ、リビングに、ね、フレグランス関連のものを置いておくといいかもしれないですね。はい。で、合成香料はね、あまりちょっと匂いがね、きつすぎてクラクラしてしまう時もあるので、まあ、できればエッセンシャルオイルがやっぱいいんかなと思いますね。はい。まあ、合成香料でもあまり香りが、強すぎないものがいいかと思います。で、私がいつもおすすめしてるんですけども、まあ、香りをね、拡散したい場合には、ミストディフューザーですね。水蒸気とかで香らせるものがいいかと思いますね。はい。あとは、そこまで拡散する必要がなければ、リードスティックですね。はい、木の、枝ですかね。枝系の、ディフューザーを、リードスティックディフューザーを使っていただくのが、結構香りもね、長持ちするし、そのピンポイントでね、その近くを通った時だけ、香るっていう、ことができますので、そういった、リードディフューザーを使った方が、まあいいかもしれないですね。はい。うん。そうですね。それぐらいかな、置く場所といったら。まあお風呂とかもね、使ってらっしゃる方はいるかもしれないんですけど、あんまり私はお風呂は使わないですね。はい。まあ、お風呂で使ってもいいんですけども、はい。まあ、それは、時と場所とによると思いますんで、置ける環境の方は置いていただいて、楽しんでもらえればと思いますね。はい。そんな感じかな。まあ、ちょっと2話目短くなってしまいますが、こんなもんでいかがかなと思います。まあ、とにかくね、香りを、暮らしに取り入れることによってね、気品も上がるしね、自分の好きな香りに包まれることによってリラックス効果も得られると思いますんで、ぜひ取り入れてみてはいかがかなと思います。はい。あとは抗菌抗ウイルス対策としては、マスクにね、今シュシュって、吹きかけるようなスプレーがね、流行っていますね。アロマスプレーってやつですね。はい。まあ、せっかく、そのマスクをね、ずっとしているのであれば、アロマでね、少し香りをつけることによって、心地よいね、生活を送れるのではないかなと思いますので、はい。まあ、大人の方は、ぜひやってみたらいかがなと思います。はい。では、そんな感じで、また、3話目でお会いしましょう。さよなら。